ついてこないか空気を優しく塗ります。生地を剥がして、丸めます。ベーグルは横に成形するから、まん丸じゃないから、あんまり生地を触らないように、こんな濡れ布巾をかけてたっぷりめがいいですか？うん。お砂糖とレモン汁をちょっと入れます。はい、OK です。リカ迎えに行きます。はい。ハロー小川マニア。ハロー小川マニア。今日はこれからベーグルを焼きたいと思います。イエーイ。盛り上がってやるりか。やろ、やんな、やって、うん、面白いから。それはそれで、それはそれで、それで一回見せるね。見てね、最初まで出しました。伸ばします。まあそんなかあんまり考えなくていい、普通に伸ばす。作ったさっきで乗せました。これで生地をちょっと剥がして巻きます。くっついてたらこう剥がしながら、でこう最後しっかり留めて漏れないように。できればこう生地をさ、あんまあのそうそうきつくベーグルの硬い生地感になるように、理科の力が試されるな。一回でのもうそんなの序の口でしょめっちゃハードル上げるよ。保護者の方が大変それはそうかもしれない。うん、それもうやるし、それはそうでしょ。挟みます。なんかいやらしい。どういうこと？このつなぎ目下に来るような。これお尻なって乗せて優しく。おお、いい。はい、リカ来て。はい。はい、はい、じゃあまず生地を伸ばしてください。すごいもっちり。そうなんだよ、うちのベーグルは。なんでこの、どうやってこのまちりなの。大変だったよ。どんだけ失敗したか、まあ、今日も朝も失敗したんだけど、来月から何めっちゃ小麦値上げするか、あのなんかウクライナのなんてらロシアの今の人なんて、もうここは十分、今度こっちにもっと伸ばした方がいい横縦は無理だ。こんな感じでしょうか。はい、とりあえず OK。 できないことはない。はい、で、うん、はい、これをこの辺に伸ばします。 OK 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 笑っちゃってんじゃん剥がしながら丸めてみて。なんで笑った。こんな感じ。あ、
そしたら、うん、そう空気を抜くように丸めていく。正解。すげえじゃん。できんじゃん、リコ。そしたらまたくっついてるからこう剥がしながらまた丸めていく。うん。オッケー。うん。はい。そう、閉じ目を上に。うわ、すごい説明上手。オッケー。たら入れる。もちもちだからくっつくね。いいんじゃないかな。上出来。バランス悪くない。え、全然大丈夫。意外に口の説明だけどだいぶいけたよ、リコ。うん。はい。で置いてひっくり返す。で終わり。優しく優しく。大丈夫よ。全然大丈夫。オッケー。可愛い。すごい。アナナシ可愛い。できました。発明が。おかまのかま。できました。初ベーグル。どうでしょう。これどうなの？出来は。先生。70点。え、高い高い。初めて高い。70高い。本当嬉しい。すごいじゃん。うん。いや、説明なしで。赤ちゃんの肌みたい。ゼロ歳児こんなんでしょ、多分。そんな感じだったでしょ。こんな感じでしょ。そうなの、うん、まあ、じゃあ先生が多すぎる。先生がそう言うならそうなんでしょう。先生です。先生ちょっとええやん。調子乗ってき始めた。やばいやばい。リカもええやん、突っ込んでくんないよ。これ空気からじゃなくきちっとした基準にするために空気を抜きます。で、端っこもちゃんと止めました。ええやん。リカ突っ込んで何する、何する。上手。あ、ちょっと、分かった分かった分かった、ついくっついてもらっていいから。はい。あ、でも高さある。いい。オッケー。うん、いいじゃん。うまい。じゃーん、じゃーん、じゃん。どう？うまい。いいんじゃない？これ、これ何点？これ、これちょっと、75点。負けた。リカコ先生に勝ちました。戦ってたの？戦ってたよな。戦ってたよ。ごめん。どれリカコの？これ。あ、そりゃ75点だわ。そうね。高さが。なんかこれもあんの？違いな。うん、上に上がるといいね。作ってる段階で上にちょっと伸びてると焼き上がった時も上に伸びる。で、ダランとした生地で作っちゃうと横に伸びてる。ふわふわな感じになってる、うん、見た目も。確かに綺麗だね。リカの高いね。リカの方が高くない。でもなんか一応水で茹でるみたいなのも最近流行ってるみたいな。色付きとかあれか。でも基本蜂蜜で茹でるとあの色がすごいつく。茶色。広い色。でももうちょっと。レイズの靴下の話とか。やっちゃわない？やるよね、おかま。やばいよ、初めて見たこういうの。おじさんがやるやつ。やば、初めて見たけどこれ。そう、そろそろ始めます。はい、余熱完了で、お湯は一番弱くとろ火にして、片面30秒ずつの1個を1分茹でる。とりあえずこいつ練習。で、これでうまく発酵してないと沈んじゃう。これ今浮いてる。
全部自分で勉強した。本とか見て。うん、めっちゃ図書館めっちゃ行った。30秒引っ返します。図書館好きだね。え、リカ図書館嫌い？行ったことない。なんで茹でなきゃいけないのかがさ、俺理解できないんだけど。あ、生地、ベーグルって硬いじゃん。硬い。で、あの一回これで、あの膨らむのを止めてるの。え？そうなのよ、一回膨らむの止めてて、ベーグルって。で、すぐに茹でた後に熱いオーブンに入れてまた膨らませるから、すごいもちもちの硬い。はずいんだけど、なんかそんな感じ。はず、何？すごいね。すげえよく喋んな。入れます。入れます。うん。寒いから。こぼした。寒いから。なんかこぼしたの。ええやん。前こぼした。毎日。もちろん。そんなことないやん。ええやん。なんでワインなんて飲むんだ。ワインか。ワインが好きだからや。ええやん。せーの、じゃーん。かわいい。桃みたい。え、反応遅くない？もう今日誰がどれ作ったか分かんなくなってね。大体分かってます。全然違うでしょ。なんか高いじゃん、なんか。え、待って、分かんないかも。リカこっちだけ高かった気がする。はい、はい、試食。あ、実食？つくね、意外と。熱いよ、けはい、いただきます。熱い熱い、これ結構熱すぎる。めっちゃ箸で、ベーグル箸で食べるもんじゃないんだけど、マジで。いや、割れなくて。もうちょっとしてからの方がいいかも。もうちょっと待とう、ごめん、一回、じゃあ中止。一回中止。もう熱すぎて笑ってんじゃん。熱い。これはうまそう。超美味しそう。ふうふうして。あっぷぅ。だろうね。だろうね。そうだろうね。うん。ねえ、そんなベーグルの食べ方、そんなベーグルの食べ方するか初めて見たら。他は飲み物ないんじゃないの？何飲むの？え？どれ？この熱いで笑える。ねえ、熱いで笑うのよくない。美味しさ伝わんないじゃん、熱いだけじゃん。ちょっと熱すぎて味わかんない。ちょっと。なんかそうでもなさそうだな。いや、なんかね、ブルーベリーがさ、すげえいい感じ、うん、あ、そう、あの、あれだったじゃん、ドライドライブルーベリー、おいしい。それがね、すごいなんか本当にいい感じにトロトロになって濃厚な感じ。おいしい、もちもち、生地が、あ、うん、そう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 、生地にもちもちにしてるの。すごい生地、おいしい。よかった、匂いも大丈夫。うん、匂い、小麦の匂いをこうパンの好きな感じで味わうんだけど、うん、え、小麦大好き。発酵を少なめにしてゆっくり寝かせるから、なんか小麦の味わいを、強力粉の小麦の味わいをよく感じられるようにしてる。サチとのピクニックがきっかけでした。ピクニック、なんか公園でドン連れて行くって、うん、でもそういう時って絶対お弁当作るんだけど、割と最近の話なの。あ、でも京都行く前で、なんか何食べたいって言ったら、何のパンが食べたいっていうか、何食べたいって言ったらベーグルって言って、それで初めてやってからハマっちゃった。へえ。ベーグル自体はなんかお菓子よりお金全然かかんないんだ。そうなの？バターとか使わせる、卵もバターも使わないから、バターが高いから。え、ほとんどの強力粉、砂糖、塩、水、あと酵母、手作り酵母だけだから、お金全然かかんない。強力粉とは普通にスーパーで売ってるような。あー、でもちゃんと買いには行ってる、決まったやつ。うん、おいしい。無理しないで残してよ。すごい、お好み焼きあるから残しなさいよ。そんな話でほじくってさ。
変わった食い方して。だいぶ冷えてきたよね。日本人はベーグル箸で食うんだ。